スラムエンジェルのアジトがある高台に釘パッドのままで来ちゃったけど、おお、急ぐ、やるか、どうして、あお、危ない、ディスオーダー、あ、ダメか、んー、よいしょ、ダメか、ダメだ、スカってる、ちょっと、どうしようかな、なんなら効くかな、それはやだ、それはやだ、魔法使ってみよう、鉄球、あ、効いてる、そう、バットで来るんじゃなかった、勢いすぎる、ケアルラ、そこから狙える、じゃあちょっと魔法で鉄球を攻めよう、あー、スモーク、ちょっとこれ近寄りたくないな、あー沈黙状態になった、もう攻めるか、あーいいとこ見せなきゃ、クラウドが、ならこうだ、そっちは大丈夫、きついな、鉄球を壊せばいいことがあるかな、沈め、あ、魔法が使えないんだ、沈黙だと、作戦を変える、任せあれ、まずい、そこから狙える、沈黙直せるアイテムあったかな、あった、あ、それがこれだ、届け、鉄球を一応攻撃してるけど、あ、ごめん、行くよ、イノセンスフォース、クラウド、いいぞ、カットバセ、カットバセ、ほら、カットバセ、バット強くないもう本体にサンダラ行こう、ちょっと危ねえ、エーテル使うかな、行くぞ、弱点分かってるけどなかなか硬い、あーかん、次はない、まずは回復かな、エアリスが一番やばい、よし、クラウドが絶命しそう、あー、くそ、リミット、協力してこ、回復が必要、あかん、これリミットを使い切る前にダウンしちゃうのはきついな、エアリス自身回復で、でクラウド競技に行くぞ、風を恨む、バットでかっ飛ばせ、よし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 、ちょ、鉄球にバットが当たる、よいしょ、よいしょ、バット食らえ、叩き切る、よし、オッケー、一応あたりを調べようか、あ、これは予告状、貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます、スラムエンジェルの予告状、他には何もなさそうだ、戻って終了報告だ、それだけか、予告カードじゃないですか、間違いなく本物です、スラムエンジェルの予告カードです、へえ、これが有名な予告状かい、大発見です、他に手がかりは、
おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の騎者どの絵、おびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でもやと出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら、ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。何でも屋がいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから、これに懲りず私にも新鮮なスラム情報を流してくださいね。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。ちょっとその情報詳しく。報酬を取り損ねた。ほらこれを持っていきな。なに、遠慮はいらない。出所はあの騎士屋のポケットだ。盗んだんじゃないよ、預かっただけさ。感心したよ、さすが噂の何でも屋だ。ラッキー。そろそろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。我慢我慢、さあ帰ろ。あれ、エクストラ、エクストラなかった。結局ここは謎のまんまだ。釘バットやめるか。チャドリーのバトルレポートもぼちぼち。また新しいマテリアを開発できましたよ。進んでて盗む。もはや遠隔盗むって感じだけど。ああ、風、そうだ、風育てないと。あとは特に。引き続きバトルレ。お、思いのほか進んだな。アイテムもちょっと買い足したし、マテリア、風、あ、バレットにつけてたんだ。風使おう。よし、長々サブクエやったけど、いい加減メインやっていこう。ドン・コルネオの名前が出てきてたね。あ、そういえばこん中入ってない。おお、教室。あ、サボテンだ。花のいい匂いってのは心の栄養になるんだぜ。体の栄養になるもん、欲しいっすよ。もう、食べることばっかり。ウォールマーケット、そういえばウォールマーケットといえば、あのバレットの情報を300ギルで買おうとしてきた。あ、ごきげんよう。待ち伏せ。エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔鋼の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする。事実確認、上長に報告。行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。
悪く思うな。思った通りだな。タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。やっちゃう？来い。暴力反対。さよ、出るや。釘バットにすればよかったかな。沈め。おと。やる。いや。抜け。どうしてくれな。しまった。できない。ちょっと。あら。やってくれたな。あ、相棒の借り返させてもらう。ちょっとその技は迂闊だった。あぶね。クラスファースト。何？なんだその笑いは。エアロ、エアロラ使ってみよう。おお。いや、魔法が効いてるよ。驚け。ああ。エアリスにはサポートをしてもらおう。あ、違う、間違った、対象を間違った。おい、エアリスにそんなことする必要はないだろう。よし。やるな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。出た、スペアが無限に出てくるやつ。まだやる？仕事だからな。そのコンボ強いな。仕事は選んだ方がいい。危ない。いやー、エアリスを操作しようとすると眠らせてくる。いてやろう。いやそれやめろ。クラウド強いでしょ。これぐらいのやつはゴロゴロいる。一緒にするな。バカにされた。おお、グレートパンチ。相棒の借りは返せそうか。順調だ。よし。消え失せろ。ガード。エアロ食らえ。暴力反対じゃないのか。殲滅する。決まった。よし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 。ああ。同時に。グレートパンチって名前がね。いやー、レノほど苦戦はしないな。あ、やめて、こっち見ないで。眠らされる。嫌です、嫌です。くそ、俺が出て叩き蹴る。あとちょいだ。あー、チキショー。やるねえ。交代。お願い、今日は帰って。そうもいかない。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番がイスラムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。分かった。事情が変わった？そんなところだ。
しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。行っちゃった。というか、この世界の通話手段、みんなスマホになってる。帰るか。レノの方が強かったな。待ってて。あ、草にカメラが。やっぱり来る？あ、エクストラ。これはサブをやったおかげなのかな。あー、そういえば教会に戻れたりしたのかな。どうなんだろう。教会で見落としマテリアあったから回収して、あ、そこにマテリアがある。花と話して、というそんな一日でした。行こう。お母さん待ってる。花、なんだって。お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？あ、あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。何かあったのか。さあ行こう。返事くらいしてやる。お花、なんて。お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。花と語りて、何かあったことには間違いなくあった。あ、また MP アップだ。教会のマテリアはいっか。もう帰っちゃう？ OK です。ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい。ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら
客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。クラウドは最初目が青かったんだけど、魔法を浴びてから若干黄緑がかった色になってるんだよね。エアリスに見つからないように家を出よう。待って、この辺のもの、あどうしたのクラウド。いや怖い夢でも見た。でも夜明けまで待ってね、ちゃんと送ってあげるから。ああ秒で見つかった。今度は見つからないように。でエアリスの部屋に宝箱あった。こんなところにバケツ置いとくか。ちょっとぶつかりそうで怖いなこれ。よし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 。あとで取りに来れるかな。とっ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 と。よし。行くのかい。7番街へ行くにはどうすればいい。6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。じゃあお世話になりましたと。夜は夜でライトアップされてる。6番街方面へ向かうと、この辺アイテムはもう落っこちてないかな。ない。これかぼちゃか。これボールマーケットの方を目指すはず。今もど深夜。
ったもんな。と？あら、お花屋さん。今日は子供たちを助けてくれてありがとうね。もうみんなソルジャーソルジャーって大騒ぎ。エアリスにもお礼を言っておいてちょうだい。ああ、よく見たらそれ中堅スタンプのスカート。なんで園長先生は起きて。子供たちに昔話をしていたら感傷的になってな。ホームレス？さすがに全然人はいない。ブーキ屋は開いてるんだ。こっちか。ここは？暗い。